数日前に関東の方から30代の男性お二人が来訪された時に、これまで靴べら派、止め派の説明の撮影に使用していた銀バナナなんですが、口径40センチメートルの陶水ポット、国家園さんで販売しているものです。に、掘り上げた後、植え込んで、そうして、サンルームに設置してみたんですね。というのは、これは、5月ぐらいの成長再開が非常に怪しかったので、カットバックして、家計カットバックして、様子を見ていたら、しばらくしてから成長再開しまして、葉っぱを1枚、2枚、3枚、あれが4枚ですね。1,2,3,4 そしてこれが5枚目だったんですね。で、そこから止め葉が出て、止め葉が出たのは向こう側の天井に突っかえている今中央にちょっと見えている葉っぱの葉がらのところから出てきたんですね。で、これは靴べら葉、止め葉を背面から見ているところです。正面から見ますとあんな感じですね。そうして小さなつぼみが出てきているところですね。右側のが靴べら葉を側面から見ているところ、これがつぼみですね。そうして、葉身がですね、1枚、2枚、完全に天井に使えてますよね。まあ、これを見ると、ほとんどの人が使えてダメなんじゃないって言うけど、止め葉が出て出来した以上、これ以上葉っぱは出てきませんから、今、窮屈そうにしている2枚の葉っぱには辛抱してもらって、あとは、地中の神経芋が、保持している養分で、このつぼみが開花結実してどれぐらいの樫をつけるかが問題なんですね。まあ、カットバックしたこともあるし、あと掘り上げてこういう陶水ポットに入れて葉っぱが使えるという窮屈な環境ですから、そんなに収穫を期待できるような株とか、陶水ポットへの植え込み苗になってしまっているんですが、これを路地に置いておけばですね、出来が9月に入ってからですので、おそらく食べるための収穫までいかないように思ったんですね。それで、三尺着火一のバナナですと、大体は、こういうポット上に持ち込んで、
完熟するまで置いておけば十分食べられるようになるのは経験しているんです。ボリビアバナナとか、それからムサドワーフオリノコ、ムサカリフォルニアゴールドなどでは成功してきているんですね。しかし糖系のものをカットバックした場合にはですね、三尺着火タイプのドワーフ系のバナナよりもあれこれの問題があって、そんなに十分食べられるような果実になる可能性は三尺着火種のバナナ品種に比べて少ないんですよ。しかし露天露地に置いたまま結局食べられるような収穫にならないんでしたら、多少なりとも、まあほんのちょっとでもですね、食べられるようになる可能性があるサンルーム、あるいはビニールハウス、場合によっては軒下が高ければ軒下とかに持ち込んでみて、収穫の可能性を追求する方がマシだと思うんですね。まあどうなるかはまた経過を見ながらムービーを撮影してレポートしたいと思いますけれどもね。